皆さんもチャリットです。なんとか年内間に合いましたというわけで、今回はマイクールやらせていただきます。今期視聴者投票ランキングというわけで、今期2022年秋アニメの視聴者投票ランキングトップ20、いつも通り最初から最後までネタバレなしで紹介していきますね。総点ご安心いただけたらと思います。というところですね。いや、今回はなんと1730人もの方から、アンケートの方回答をいただきました。ありがとうございました。そんなの知らないよって人ももしかしたらいらっしゃるかもしれないけど、 YouTube のコミュニティ案、 Twitter みたいなやつと、Twitter の方で、ね、Google フォームの方でリンク貼って、視聴者投票募らせていただきまして、本当にたくさんのご回答ありがとうございました。いやね、やばい結果になってます。ぜひね、最初から最後までお楽しみいただけたら、また皆さんの投票となんか予想とかの違いとかね、一緒だったとかね、いろいろなんか感想またあるんじゃないかなと思いますね。そういったのもぜひコメントいただけますと嬉しいです。こちらね、マイクールこの視聴者投票ランキングやってきますし、今日すでにですね、個人的な今期おすすめランキングの動画とかも上げてます。こちら概要欄にリンクも貼っておきますね。ぜひご覧いただけたらと思います。という、これ、早速、20位から紹介していきたいと思います。で、一応投票の方式としては、1位から3位まで、それぞれね、皆さんに投票をしていただいて、1位が3ポイント、2位が2ポイント、3位が1ポイントで合計ポイントを集計して、そのポイント順で、ランキング付けという感じになってます。というところね。では、20位から紹介していきます。では、まず第20位です。20位。恋愛フロップス入ってきましたー。いやーね、恋愛フロップスが俺の中で1位じゃんみたいなね、熱い思いを下った方も何人かいらっしゃいまして、92ポイントギリギリランクイン、おめでとうございます。おめでとうございます。その前がね、21位が83ぐらいかな。まあ本当に、いやこれワンチャンなんか集計しててね、さっきまで、入んないかもしんないなとか思いながら、やったんですけど、1位が4票、2位24票、3位32票、92ポイント、おめでとうございます。いやー、1位の方も 4人いらっしゃったという中でね、やっぱ3位の票が多かったというところで、恋愛フロップス面白かったですよ。僕も好きですよ、恋愛フロップス。まあ本当にね、もうめちゃくちゃはちゃめたところ、もうめちゃくちゃなんかエッチーラブコメみたいなところから始まってからの、まあ、シリアスも挟みつつ、最終的にものすごく綺麗にまとめてくれたんじゃないかなっていうのを思うんでね、まあなんとか20位入って、ここはやっぱ賛否分かれる作品だとは思うんですけど、まあ作家も非常に良かったです。声優陣も豪華だし、キャラも可愛かったしというこうね、20位、おめでとうございます。では、続いて、19位です。19位。山のすすめ、ネクストサミット、山のすすめ4期が計95ポイント、第19位でございます。という、こうね、山のすすめ見てる人あんまいないかもなーっていう思いがあったんですけど、ランク入ってきて、これはマジ良かった。いや、もうね、ファンにとってはもう皆さんも最高。1位がやっぱ11票もある通り、もう本当に最高のラストでした。もう本当にただただありがとうというのを伝えたいところですけどもね。2位19票、3位24票ってバランスよく票が。もうね、票のいろいろなね、この何、偏りというか、ここのバランスもまた面白いところなんですけど、どんな風に人気があるのかっていうのはね、とりあえず3位には絶対入れたい作品だとか、1位がやっぱめちゃくちゃ多いとかね、いろいろありますからね。という中でね、山のすすめは1位が11票獲得して、第19位となりました。おめでとうございます。はい。で、あと18位です。18位。夫婦以上、恋人未満という、こうね、計99ポイントね。これ16位がなんと3つ並んでるという、こうね、16位が3つあります、ここから。夫婚99ポイント、99ポイントだから3つも並んだ。すごくない？びっくりしたんだけど。夫婚については1位8票、2位22票、3位31票という、こうね、2票、3票が特に多いかな。というところで16位獲得というところね。僕自身も夫婚は途中でね、切りそうになる時もあったんですけども、ほんと原作勢の方にお勧めいただいたおかげで見た結果、もう素晴らしかったし、めちゃくちゃね、キュンキュンするというか、切なさもあり、もうどうすればいいんだって僕まで迷ってしまうようなね、そんな素晴らしい作品でしたけれどもね、まあ、風子屋も最初から評価も高かったと思いますね。そういう面では16位はこう妥当な結果かなと思います。おめでとうございます。はい。では、続いてまた16位です。16位。99ポイント、サイバーパンクエッジランナーズ、第16位という子はね、ね、なんか、この投票対象が、どういう基準で選んでるのかとか思われたかもしれないですけど、僕これね、アニメイトのやつコピーしてるだけです。なんで、まあ、サイバーパンクはアニメイトさんの一覧でサイバーパンクがコンティアニメになってたんで対象にしたっていうところで、まあ、もしかしたらね、ランク対象になってるのも知らなかった人もいるかもしれないけど、その中でさすがですね、99ポイント16位というこれ、まあ、これはね、もう見た人にはもうめちゃくちゃ評価が高いと。
いうとこへね、ほんとものすごい作品だった。まああの主人公のね、ほんと人生というか一生というかね、もう描いた生き様を描いていくっていう感じの作品でしたけれども、まあ作画もね、まあ、トリガーさ、まあまたあの味もありつつものすごかった。話としてもね、まあ、ちょっとエログロみたいなのもあったりするんですけども、めちゃ刺さりましてね、こちらが16位となりました。おめでとうございます。1位8票、2位28票、3位19票というところ、意外と2票がね多かったりするんですけどね、16位となってます。はい、では、また続いて16位です。16位、マブラブオルタネイティブ2期99ポイント16位というこうね、マブラブオルタネイティブについてはね、やっぱ原作勢とかの方から、まあ、めちゃくちゃ支持を受けているっていうところもあって16位なのかな。やっぱ見てる人の数が多いかって言われば濃いファンが多いのかなっていう印象が僕の中にはあるんですけれども、1位20票、1位が20票も獲得してるね。2位10票、3位19票というところでね、マブラブオルタネイティブについてもねすごかったですね。僕自身やっぱアニメ好きなんで理解しきれないところもあったっすけれどもね、本当にもうすごい辛いところも2期はありましたし、何回も泣かせていただきましたけどもね、まあ、3期マジで待ってますというところですが、16位となってます。はい、では続いて15位です。15位、不徳のギルド、120ポイント、こっから一気に100ポイント台いきました、15位というところね、1位11票、2位25票、3位37票というところね、もう3票も熱いところですけども、不徳のギルド素晴らしかったですよね。意外とね、不徳のギルド最高みたいなコメントは少なかったりするんですけれども、僕も本当面白くて、やっぱめちゃくちゃ楽しませていただいたし、本当もっともっと評価されるべきぐらいに思っている。本当もうこれはさっきの動画でも言いましたけどね、本当歴代トップクラスですよ、間違いなく。このエロコメディっていうジャンルにおいてはね、それだけ面白かったし、エッジ分もしっかりあったという子ね、15位という子で、これ非常に嬉しいところですね。120ポイント100ポイント超えということで、おめでとうございます。はい、では続いて14位です。14位、異世界おじさん124ポイント第14位という子ね、前期が8位とかあったなと思うんで、まあそういう意味では順位をちょっと下げてしまってる。まあ今期はそれで激戦っていうところもあるし、ちょっと異世界おじさんについてはまあ放送にとかもいろいろあってね、まあちょっと厳しい状況だったのかな。最終回まだ放送されてませんからね、もういつ放送できるのかって感じですけど、こちら14位にランクインということで、1位4票、2位32票、3位48票ということで、2位票3票めちゃくちゃ多いね。最初僕異世界おじさんまさかランク入んないのかって、1位からねポイント先に集計してたんで、この上から順にね、というところでびっくりしたんですけど、14位にね、入ってきたという、これさすがね、やっぱ人気だったし、まあ、今期トップ3にはもう、これは抑えておかないとねっていう方がやっぱ多かったっていうのは間違いないかなというところでね、14位になってます。おめでとうございます。はい。では続いて13位です。13位。アークナイツ黎明前奏プレルートゥーダーン、計137ポイント13位という、これね、これ正直びっくりしたね。正直。びっくりしました。アークナイツやっぱアニメ勢にとっては厳しかったっていうのが、1位がやっぱ27票獲得していることを考えるとね、やっぱ原作勢の方にはまあめちゃくちゃ評判も良かったんじゃないかなっていうのを思いました。2位18票、3位20票で、まあここね別に票数が極端に少ないわけでもなくという、これ137ポイント、まあ、1位票のこの多さにね、押されまして13位という、こうね、まあ、アークナイツは2期もね、今期一番乗りで決定した作品ですかね、ちょっと僕自身見させていただきましたけど、やっぱ、総じてめちゃくちゃクオリティがやっぱ高かったっすよね、この作品についてはね。というところでね、2期、やっぱ話としては面白くなるっていうのも聞いてますんで、ここは楽しみに見ていきたいなと思ってます。はい。では、12位です。12位。うるせえやつら来ました。145ポイント第12位ということでね、1位16票、2位31票、3位35票というところでね、うるせえやつら、いい、来ましたね。結構やっぱね、僕うるせえやつらなんかネガティブな話を結構コメントでいただいてたんで、あんまり受けてないのかなと思ったんですけど、こうやってランキング見た時にやっぱしっかり評価されてるなっていうのはすごい感じました。まあ、リメイクっていうところでね、この作品はあるわけですけれども、やっぱ普段はすごい笑いを持ちつつ、やっぱ感動させてくれる話ですごい心を持ってかれるっていうところでね、はい、やっぱもうめちゃくちゃな、やっぱさすがのレジェンド作品っていうところもありますし、この作品は全4クールという、これまだまだ続いていきますね。引き続き楽しみに見ていきたいなと思います。はい、では次11位です。11位、影の実力者になりたくて計198ポイント、惜しくも200ポイントいきませんでしたが、198ポイントで第11位という子はね、
おめでとうございます。1位23票、2位35票、3位59票というこうね、どの票も非常に多く、まあ、特に3位票が多いかなっていうところですけどもね、影の実力者はね、正直僕自身はなかなかハマれなくてって話をしてたんですけど、やっぱ視聴者の皆さんにはね、しっかり支持を受けてたってのは間違いなく分かりますし、ギリギリトップ10に入れなかったですけど、影の実力者になりたくてについては、全20話2クール目もね、レア機にもありますんでね、こちら僕自身まだ、ハマれないながら見てますんで、また楽しめたらなっていうふうに思ってますよね。11位となってます。はい。ではここからトップ10入っていきたいと思います。ではまず第10位です。第10位。僕のヒーローアカデミア6期計229ポイント第10位という子がね、1位30票、2位43票、3位53票という子がね、ヒーローアカのね、6期はもうめちゃくちゃに面白かったんでね、もっと上でもいいんじゃないかぐらいのとこもありますし、やっぱしっかりたくさん見てる方もね、いらっしゃるんだなっていうところ、そこも嬉しいなと思いますけどね。ヒーローアカはね、もう本当にもう総力戦っていう感じがもうたまらなく今の6期っていうのは、いいわけでした。相変わらずものすごいクオリティもあり、衝撃事実もありっていうところですけどね。第10位トップ10にランクインということで、さすが6期でもトップ10、さすがですね。おめでとうございます。はい。では次第。あとですね、ヒロアカについては2クル目はね、連続2クルでまた来期もあります。楽しみですね。はい。では次第9位です。第9位。Do it yourself 来ました。第9位、計325ポイントという子はね、1位34票、2位77票、3位69票という子で一気に票がバーンって増えてきましたが、第9位ですよ。おめでとうございます。いやー、DIY はね、本当良かったんですよ。もう DIY のオリジナルアニメというところね。でも視聴者投票でもここまで上に来るっていうのは本当に面白かったし、確実にこう評価されてたなっていうのを、思います。まあ、とはいえね、まだ見たことないって人も結構いらっしゃるんじゃないかなと思うし、もしかしたら序盤で切っちゃったって人もいると思うんで、マジでこれ見た方がいいです。本当に、後半についてはマジ今期トップクラスの面白さだったし、うん、本当ね、DIY の面白さはもちろんあるんですけど、その部員同士の友情とか関係性のあったかさみたいなのがすごい響いてくる作品なんですよね。またみんなの周りの協力みたいなのもあって、そこもすごい良かったなと思ってね。第9位で、ここはおめでとうございます。本当に嬉しいところですね。こういうオリジナルアニメがね、しっかり評価されてくれるのは本当に嬉しいところだし、もっともっとやっぱね、広まっていってほしいなっていう思いがあります。はい。では、続いて第8位です。第8位。スパイファミリー第2クール490ポイント第8位という子はね、一気にポイントがガンガン増えてきましたね。1位46票、2位119票、3位114票という子はね、やっぱ今期の中でも抜群の安定感、さすがの超ビッグタイトルというところを見せてきました。2期、そして劇場版も決まった、こちらの作品、スパイファミリーについてはまさかの8位という見方もできるかもしれませんが、それだけ今期はもう、もう誰もが見てるであろう、このスパイファミリー、誰もが知ってるだろう、スパイファミリーを差し置いても投与される作品がそんだけあったっていうね、いかに激戦かっていうところでね、2クルも非常に面白かった中で、8位というかスパイファミリーにとってはなかなか厳しい順位かもしれないですけどもね、2期劇場版でも非常に楽しみに、僕自身も原作でとして本当に楽しませていただきました。いやー、ものすごいクオリティね、ずっと描いてくださってるし、やっぱアニメとしての完成度も高いなっていう印象。2クルはちょっとまた1クル1クルでちょっと構成というかね、やり方を変えてきた感じもしましたけど、そこも面白くてね、引き続き非常に楽しみでございます。はい。では次第7位です。第7位、モブサイコ103期第7位来ました。モブサイコということで計513ポイント、500ポイント超えしてきました。1位79票、2位87票、3位102票という子はね、やっぱ1位票がね、多さがあって、こう最後に上回ってきたという子で、モブサイコマジで良かった、一番良かったっていう子はね、やっぱかなりいただいてて、まあ、やっぱ正直3期まで来るとね、なんか見てる人も減ってきちゃうかなっていう印象はあるんですけど、その中で見てる人にはもう絶大的な、支持を受けてたのがこの作品だなと思います。ぜひね、これを機に本当モブサイコ一期から見てない方も、ぜひね、ワン先生、ワンパンマン作者のね、先生の作品なんですね。僕の、で、モブサイコ実はリアタで追ってたわけじゃなくて、サンチがやるっていう方で追いついたっていう人なんですけども、やっぱサンチ、まあ、一期二期もちろんめちゃくちゃ面白いんですけど、サンチやっぱすごかったね。こう、心にぶっ刺さるというかね、思いっきり泣くとこもあれば、キャラのかっこよさ、魅力が出てくるとこもあればね、また友情とかそういうとこもあり、成長もありっていうところで素晴らしかった作家もね、ボンツさん本当に、クオリティ高く描いてくださったという7位ということでおめでとうございます。はい。では次第6位です。第6位、ブリーチ千年決戦ブリーチ最終章が554ポイント第6位ということで、ね、
来ました、ブリーチ最終章ということで、見てる人がどれぐらいいるのかっていうのは思ったんですけど、やっぱこんだけのクオリティも見てる人は絶対票入れるよねっていうぐらいの、勢いがあったなと思います。こちら1位86票、2位108票、3位80票というこうね、どの票もバランスよく獲得しまして、第6位というこうね、おめでとうございます。いやブリーチもね、いや本当にものすごいクオリティでね、もう原作ファンでも僕はもう泣いてましたよ本当に。もう1話から超かっこよくてさ、でこのクオリティでずっと行くんかと思った、まさに駆け抜けてくれて、しかもテンポ感とかも良かったし、押されどもでも高かったりしね、第6位ということでさすがでございますね。今後のクールはどんな順位になるのか、またそれはそれ楽しみかなと思います。はい、全4クールなんでね、また分割4クールなんでね、次夏みたいですね、意外と開くんだなと思ってますけど、そこは非常に楽しみにしたいなと思ってます。はい、ではここはトップ5入っていきます。ではまず第5位です。第5位、秋葉メイド戦争来ました、計600ポイント第6位、第6位で第5位ということで、すごくないこれ。いやビビりましたよ、ブリーチモブサイコとか超えてくるんやみたいな、この衝撃はあってね。秋葉メイド戦争めちゃくちゃ評価されてるやないっすか、よかったよかった。やっぱどうしても僕の中でこんだけ面白いぐらい、なかなか今期の影にやっぱ隠れちゃってる感じを僕はすごい受けてたんですけど、このポイントの紛れもなく、やっぱあの今期オリジナルアニメの中でもこうもうね、1番2番に面白かったっていうのがもう見えてきたと思いますし、いやインパクトもありました。ほんと最終回とかもう見事でしたね。すごかったっすよね。っていうとこで、第5位という号でもそれだけ評価を受けてた証ですね。これは1位74票、2位122票、3位134票という号ね。まあ1位はもしかしたら出落ちかもというとこから、もう毎回毎回こんだけ予測不能な話を見せてきて、その上で PA ワークさんものすごいクオリティもあり、感動あり、笑いあり、涙あり、もう見事なね、人狂劇というか、メイド道というか、見せてくれたんで、5位、これはもう大会議なんじゃないですか。おめでとうございます。はい。ほんとマジでクール違ったらトップ3入ってきたなっていうのを改めてね、思いますよね。ランチ見ると。では、続いて第4位です。第4位、機動戦士ガンダム彗星の魔女677ポイント第4位ということでね、ガンダムさすがですね、1位101票、2位132票、3位110票で、ね、バランスよく票を獲得しまして、第4位ということでね、ガンダムもね、どうです皆さん見られてます？初見でもガンガンいけるんですよね。ほんともう放送の最初始まった時は面白すぎるということで、初見でもいけますかっていうコメントをかなりいただいてたんですけれどもね。初見でも本当に面白い。また女性主人公、学園ものということで、これまでの旧作ファンもしかしたら拒絶反応もあったかもしれないけど、またガンダムらしさも出てきて、これはまあ新しい波がね、来てるんじゃないかなっていうのと、本当にビビるほど面白くてね。まあその上で、まあ戦闘シーンとかももちろんなんですけど、結構考察もかなりね、はかどるような作品でね、まあアニメ、これもオリジナルアニメっちゃオリジナルアニメなんで、もうオリジナルアニメですよね。っていうところで、その先の展開予想ももちろんそうですし、キャラクターの魅力、またスレッタやミオリの関係性、またそれぞれの成長とかね、っていうところでね、まだまだ陰謀渦巻く謎も深まるというところですかね。水星の魔女、こちら第1クルメですね。2クルメが、来年、4月からというところですけどね、まだワンクルームの最終回も年明けですから、ね、そちらも楽しみですけどね、第4位となってます。はい、おめでとうございます。ではここからトップ3入っていきたいと思います。なと思いますか、こっからはね、なかなか予想も難しいかもしれませんよ。第3位、ブルーロック来ました、計851ポイント、3位ですわ。いや来ましたね、ブルーロックということで、851ポイント獲得して第3位というか、1位124票、2位158票、3位163票というところでね、ガンダム200ポイント近く差をつけてきたというところで、やっぱめちゃくちゃ盛り上がってんじゃないですか。もうブルーロックはもう後半もう、てかもう毎回最初から面白かったし、やっぱ原作でとしても本当アニメのクオリティにもただただ感謝と、まあちょっと CG だけがな問題、まあもうここてか、まあそれ以上にやっぱね、オーラの演出とかも声優陣ももちろんそうですし、もう見事に描いてくれてるなっていうところで、で話としてはここからガンガンガンまだまだ上がっていくということで、やっぱ2クルメはね、視聴者投票ランキングのブルーロックはまた1位なんじゃないかなって思ってますけどもね、これ来ましたね。ワールドカップ後から盛り上がってきたところもあり、原作もめちゃくちゃ売れてるというところですんでね、まあ、アニメの人気、まあ、オタク界隈の人気もガン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 ここからまた上がってってほしいなっていうのを思ってますが、もうすでに第3位ということで、これめでたいわ、おめでとうございます。はい、ほんとね、サッカーかけるデスゲーム的要素もあり、各キャラの魅力も光るし、もちろんサッカーとしての面白さもあるしっていうところでね、また熱くなりますよね、マジでね。第3位ということでおめでとうございます。はい、では次第
2位です。第2位何と言いますか。第2位はこちらです。第2位チェンソーマン969ポイントで第2位ということでね、1位189票、2位142票、3位118票の、ギリギリ1000ポイントにね、届かないませんでしたけど、第2位ということでおめでとうございます。まあ、チェンソーマンもね、いろいろ賛否も分かれつつも、やっぱこのポイント数が、やっぱ今期確実に面白かった、評価されてたの、この証だと思うし、まあ、もちろんやっぱ世間的なね、このインパクトで言ったらやっぱチェンソーマンが1位なんじゃないかなと僕自身は、思ってます。まあ、円盤売り上げがね、振るわないかもと、まあ、やっぱ5000枚くらいかなっていうのは僕の予想的な予想ですけれども、まあ、とはいえ配信人気もね、まあ、スパイと、まあ、そうコンテは人気だと思いますし、原作もめちゃくちゃ、売れてますし、海外人気もね持っていかなと思ってた。やっぱね期待値が高すぎたっていうところもあったんですけどもね、やっぱ皆さんやっぱトップ3には確実に入れてくる作品だと思うし、1位も189票こんだけ取ってるっていうことはね、もう間違いなくものすごいインパクトとして支持を受けてた作品っていうのは、言えるなと思います。まあ、作家とかもいろいろやっぱかなりチャレンジングなね、作品だったし、本当革命的なアニメでもあったかなと思うんですけれども、僕自身はその映画的演出とかね、まあ、エンディングは最終的に順位表変わっていくのも楽しめたし、まあ、作家もね CG に手書きでなぞるみたいな感じなのかな、なぞるというか手書きでさらに書くみたいな感じなのかな、うん、っていうところもすごいハマってたし、カメラワークとか、まあ、劇版とかもだんだん大きくなっていったりっていうところでね、まあ、本当序盤は特に賛否が分かれてたし、まあ、やっぱ後半最後終わってもね、やっぱどうしても賛否とか、なんか本当終盤はね重箱の隅をつくとはこのことかみたいな、なんか厳しすぎる批判も正直かなりあってね。なんかすごいなんか不遇というか、なんかね、なんか残念というかね、思ってたんですけれども、まあ、こうやって評価を受けて2位という形になってね、そこは、本当におめでとうございます。はい、まあでもまたちょっとね1位になれなかったというところで、なんかまたいろいろ言われてしまいそうですが、第2位でおめでとうございます。はい、そして雄大1位発表していきます。まあ、今期は正直も始まる前は絶対チェンソーが1位だと思ってた。まあ、2位がブルーロックかなぐらいに、僕自身は思ってた中で、なんともう開幕前この結果も誰も予想できなかっただろうっていう、もうとんでもないことになってます。ポイント数ももう作品もやばいです。第1位発表していきます。もうここまで来たら皆さんも予想がつくかもしれません。第1位ボッチザロック、なんと3204ポイント1位。おお、圧倒すぎすぎるでしょこれ。1位796票っていうことで、もう、ボッチザロックについてはですね、もう投票が始まった瞬間からずっと1番でした。もうずっと、1番でした。一回も譲る瞬間もなく、もう途中からもう完全に無双状態に入ってというところでね。で、投票を始めたのが最終回の前ぐらいだかな。うん、2週間投票期間設けてたんでね、そうそう、11話の放送、そうか、11話の放送前かな、うん、ぐらいだったんですけどもね、もうほんと最終回終えてからもうバーンってさらにもう爆発的に増えまして、やばくない ?3000 ポイント。いや、チェーンソーのこのね、1000ポイント近い969ポイントもすごいわけですけど、おぉ、ボッツラック1000ポイントいったぐらいじゃなくて3000ポイントですよ、もうバケモン。1位だってさ、1つだけ700票台だもんね。もう、ぶっちぎり。で、じゃあ2位票と3位票少ないかと思ったら、2位票も297票、3位も222票。いや、これはね、もう開幕前絶対に誰も予想できないよ、こんなの。もう本当にびっくり。いや、正直、いや、まあさ、個人的に1位はあったかもしんないけど、こういう視聴者投票ランキングとか、1位って、こんなにしかも圧倒的に、もうこんなにコンテンツビッグタイトルあるわけですよ。チェンソー、ブルーロック、スパイファミリー、ガンダムとか、新作もめちゃくちゃ強い上で、続編のね、ブリーチとか、モブサイコ、ヒーローアカとかいろいろあった、アキアメイド、ね、ドゥイットワセルフとか、そういったオリジナルアニメね、まだガンダムもそうですけど、強かったっていう中で、こんだけぶっちぎり1位、見事だ。もうこれね、オタク人気も間違いなく今季1番だ。もうこれはもうどうやっても覆せない事実というか、もともとね、今季もオタク人気はボザル1位だろうなっていうのは、まあまあ普通に思ってたことがありましたけど、改めてこのもう、えげつなすぎる数字で、まあ証明されたのか。やばくないこれ。やばいぞこれはマジで。まあ前期はね、某オリジナルアニメがもうめちゃくちゃぶっちぎりだった記憶ありますけれどもね。いやちょっとそのぶっちぎりも超えてるよね。ちょっと待って、前期ってねえ、前期もすごかったんですよ、1位のポイント数がね。やっぱ1位が結構ズバ抜ける印象はあって、とはいえでも前期は1位と2位の差は2倍もさすがにない、まあ2倍近くあったんですけど、今回で言えばもう3倍以上差がマジで圧倒的1位です。おめでとうございます。まあそれだけやっぱボッチザロック本当にもう
魅力しかなかった。面板もね、まあ、1万枚以上は確実に売れるだろうっていうところですし、原作もね、まあ、もう重版が全く間に合わないと、配信、まあ、配信人気もね、ガンガン順位を上げてきてたし、海外人気についてはもう1位クラスもね、ほんと取ってくるっていうところの、人気でした。で、また音楽、まあ、曲が本当に強くてね、もう音楽のチャートがもう1位取りまくって、ツイッターの人気も40、今さっき見たら3万ぐらいは、まだまだ増えてるっていうね、とんでもない作品でしたけど、マジで2期待ってますよ、本当に僕自身。だから来ますよね、これはね。あ、もう本当圧倒的支持を獲得したし、キララアニメ、日常アニメ、こんだけ評価されたのは本当にもう嬉しすぎて、僕自身ね。まあ本当キャラの魅力、ストーリーの魅力、もう全部がね、噛み合ってた。制作陣の皆さんの本当もうこの作品への愛みたいなのも感じたし、またこの作品にやっぱ原作者さんね、浜地亜希先生もめちゃくちゃ感謝してたみたいな、こういうなんかもう、なんかみんながこう、なんか幸せな気持ちになれるような本当にアニメ化というかね、本当最高でした。ストーリーもちろん面白かった上で、ライブシーンも もちろん圧巻だったし、各キャラの魅力、ものすごいクセ強キャラながらもね、ほんとそこもすごい出してたし、またいろいろと遊び心あふれるアニメーションとかもありね、まあ、これ1位はもう僕自身も正直文句ないし、でもこんなに圧倒的に1位取ってくるのかっていうのはちょっとマジでびっくりしましたけど、本当におめでとうございます。それだけ今期このボザロすごかったです。やっぱ特にターニングポイントになった3話の北ちゃん登場回、そして5話、8話と来て最終回というとこかなと思いますけどね。いや、もう見事でした。ほんと全話面白かったし、そんな中でまあ特にやっぱね、5、8、12がやばかったなっていう印象はありましたけれども、笑いも本当にこんなに笑えるアニメあんのかっていうぐらい笑った上で泣きもしたし、もう本当に見事でしたね。これ1位という項で、もう本当に圧倒的な、スコアということで、ものすごいですね。これはね、まあ、投票数が増えてくればね、ポイント数もだんだん増えてくるだろうから、まあ、これ一概には言えないところですけどね、ぶっちぎり1位という項で、おめでとうございます。はい。今期のオタク認知や、ボザロが一番でした。はい。という項で、今回の今期2022年秋アニメ、視聴者投票ランキングトップ20の紹介は以上となります。このご視聴いただきありがとうございました。皆さんね、本当に、1700人もね、30人もの方、本当にご投票いただきましてありがとうございました。もう大変ね、ありがたかったです。本当にもうなんかどんどん、ね、投票数がやっぱ多い方がなんかより信憑性も高まると思うし、やっぱ本当にこう人気なのかとかさ、そういうのも視聴者投票ってせっかく言わせていただいてるんでね、まあ、いろんな方の意見が反映されての、ランキングになったんじゃないかなと思います。まあなんか僕は思ったより結構まあ予想通りの点、ね、順位は多かったんですけれども、まあその中で秋目もいいとかね、5位に来たりとか、あの続編もね、しっかりランクに入ってたりとかね、っていうところもあったし、まあ一番のやっぱサプライズ、衝撃はもうボザロのこのもう圧倒的すぎる3200ポイントの1位というところでね、本当にこれはもう、見事というほかないなという中ですけどね、本当もう今期もともと超豊作だって言われてた中で、本当にもうダークホース的な存在がもうガンガン上に来てくれた、本当にもう最高の、クールだったんじゃないかなと思いました。やっぱ歴代最強クールなんじゃないこれね。っていうところで本当にもう素晴らしかったし、もうさっきも言いましたが来期が不安です。はい。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。ぜひね、皆さん今回の期待する感想、ご意見、まあ本当に多分ね、順位見てこれ予想通りとか、でまあボザロのポイントがえげつなすぎるってみんな思うことだと思うんですけど、本当もうね、すごかったですね。はい。もうこんだけビッグタイトルがありまくる中でね、こうやってしっかりこう、まあ、秋葉メイドもそうですし、ドイトヤセルフとかもそうですけどね、まあ、ボーザロとかもしっかりこう、がっちりこう、評価されてくる、されたっていうのは本当に嬉しかったし、やっぱ埋もれる可能性もやっぱあるわけですよね。こんだけさ、いろんな作品が強いクールだと。その中でこう、ひときわこう、ね、そういった、なかなかスポットが当たりにくそうな作品もこう、スポットが当たってきた、評価を受けたっていうのは本当に、喜ばしいことだし、僕自身も嬉しいなといろいろとね、紹介も最初からさせていただいて、本当に、まあ、多分ね、関係はそんなに影響力はさ、ないと思うんですけど、でもちょっとね、まあ、一人二人は多分見てくださったというコメントもいただいてる、一人二人ももうちょいいたか、10人ぐらいいたか、20人ぐらいいたかもしれないけど、まあね、引き続き僕自身も頑張って、まあ、僕が紹介することでまた、見てみようと、思ってもらえるような動画作り、また、そんな人になっていけたらなというところですかね、本当に投票、たくさんの方いただきましてありがとうございました。皆さんもぜひコメントまた、いただけたらと思います。チャンネル登録、高評価、まだの方ぜひしていただけてると大変嬉しいです。ということで、以上としたいと思います。長めの動画になりましたね。ここまでご視聴いただき、また、投票を受け合った皆さん本当にご視聴ありがとうございました。